の命を狙っている。誰かが。私の汚名を着せられて殺されたんだよね。私がきっとお父さんの汚名を晴らしてみせる。お父さんを殺した犯人を突き止めてみせるよ。それまでお父さん。レイコは父雄平が殺人の罪を償うために自殺したと報じられた塩沢湖を訪れていた。検事に命を狙われた玲子は父雄平も殺人の汚名を着せられ自殺と見せかけて殺されたのだと確信していた。お父さんはこの山荘に隠れていたんだ。隠れていたんじゃないわ。誰かに閉じ込められていたのかもしれない。きっとそうだ。何かお父さんが残したものでも。家宅捜索をした刑事が何もかも持っていったのかな。お父さんのスコアカードだ。レイコ、何があっても負けるな。プロゴルファーになってお父さんの夢を叶えてくれ。ナスコ、トールとレイコを頼む。これがお父さんの本当の意志なんだ。死ぬ間際まで徹兄さんや私やお母さんのことを考えていたんだ。悔しかったろうね、お父さん。私たちのこと考えて死んでも死にきれないほど辛かったろうね。それなのに私、そんなお父さんの心も考えないでお父さんを恨んでふりをしてた。許してね、お父さん。その代わり私がきっと、きっとお父さんの恨みを晴らしてあげるからね。誰なんだい。ふざけるんじゃないよ。私を殺して人殺しの罪を着せるつもりだろうけどね。そうは問屋がおろすかい。
兄ちゃん。レイコ、お前は父さんの死んだ湖に必ず行くと思ってな、吹っ飛んできたんだ。トル兄ちゃん、お父さんは誰かに人殺しの罪を着せられて殺されたんだ。お父さんは無実だったんだよ。無実？父さんが？お父さんのスコアカードを見つけたんだ。お父さんが遺書として残したんだよ。何？え？トール兄ちゃん！レイコ、逃げろ！こいつらプロだ！兄ちゃん、兄ちゃんも逃げて！いいから俺に構わず逃げろ！昨夜の男だね。お前たちは何にも言わないんだね。わけもなく殺されてたまるかよ。九死に一生を得てこの世に生を受けたレイコ、祈ること書いてレイコ。今レイコは神に何を祈るか。よく公園に振り返ったら起きたばかりの街が
上川さん。わかりましたよ。その代わり私の名前が新聞に出ないように警察によく言ってくださいよ。さあ。犯人が逃亡した後に上島玲子が現れたのをあなたは確かに見たんですな。はい、確かに見ました。時田殺しの犯人は上島玲子ではなかったのか。これで玲子さんの容疑は晴れましたね。警部さん、玲子さんの指名手配解除していただけますね。いや、それはできませんね。殺人容疑は撤回しますが、上島玲子は凶器準備集合罪を犯してるんです。それだけじゃない、家宅不法侵入、脅迫と次々と罪を犯してるんだ。玲子は昨夜丸本物産社長邸に不法侵入し、ナイフを突きつけて丸本社長を脅迫してるんだ。信じられない、なんてこと。一刻も早く逮捕せんことには次に何をやらかすか。失礼します。待ってよ信也さん、私一人にしてあんた。上川さん、証言の方頼みますよ。詳しく聞きましょう。さあ。信也さん、どこに行ってたの？電話もかけてくれないなんてひどいじゃない。すいませんでした。おじさまもおばさまも昨夜は一睡もせずにあなたを待っていたそうよ。彩子さん、昨夜あなたの家に玲ちゃんが現れたというのは本当なんですか？アウソーソー玲子さんの話なのね。確かに彼女昨夜現れたわ。社長を脅迫したそうですが。ええ、ナイフを突きつけてね。彩子さん、玲ちゃんはどんな理由で社長を脅迫してました？さあ、私もその時居合わせたわけじゃないからよくわからないの。信也さんの頭の中は玲子さんのことでいっぱいなのね。僕は玲ちゃんがやけになってバカなことをするんじゃないかと心配なんです。彩子さん、後ほどお詫びに伺いますと社長にお伝えください。今日はこれで。待って信也さん、玲子さんは亡くなったお父さんのことで私の父から何か聞き出したかったらしいわ。幽閉おじさんのことで。私、玲子さんが次に現れる場所を知っています。彩子さん、3年前玲子さんの父親が私の叔父を殺したゴルフ場よ。叔父の遺体に取りすがって泣き叫ぶ母の姿を私は今でもはっきりと覚えているわ。私の勘が外れたのかしら。いや、そりゃまだ。ナイスだ。
飲みたまえ。さあ、若いのに距離を見てクラブを選ぶ能力は大したもんだ。どうしてここに？レイちゃんだ。レイちゃんは一体何をするつもりなんだ？深夜さん、もしかしてあのキャディーは、レイちゃんだ。8番ホール、上島雄平と丸本理一郎氏の第1打は大きくスライスして林に入った。ボールならここだよ。おう、あったか。ああ。9番。第2打を打つ前に私の質問に答えてほしいんだけどね。君は誰だ？私は上島雄平の娘で、玲子というものさ。上島雄平の？私に何の用だ？3年前、私の父はここでこの物資の中で人を殺したことになってる。だけど私はお父さんの無実を信じてるんだ。高倉さん、本当のことを話して。事件を見てるのは丸本とあんたの2人だけなんだ。私の位置からは丸本副社長も上島さんもよく見えなかった。だったらどうしてお父さんが犯人だなんて証言したんだ？私が駆けつけた時、丸本副社長はすでに死亡して、上島さんの姿はなかった。私が上島さんが犯人だと証言したのはそのためだ。嘘だ。あんたは嘘を言ってるんだ。いい加減にしたまえ。これ以上プレーが長引くと係の者が怪しむけどいいのか？第2打を打たせてもらう。変だわ。玲子さんはどうしたのかしら？深夜さん！
私にはやることがあるんだ。まだ深夜さんには会えないよ。レイちゃん、逃げないでくれ。殺人の容疑が晴れたんだ。自首するんだ。自首してくれ。レイコが自殺する理由がなくなったな。あ、綾子さん来てたんですか。高倉さん、ちょっとお願いします。高倉さん、八番ホールで何か不祥事があったそうですな。キャディーが消えましたが、何があったんです。いや、不祥事ってほどのことでもないんですよ。心配の方にはもう伝えましたがね、ブッシュの中で急にキャディーさんが腹痛を起こしたもので、あまり苦しそうだから病院行くように勧めたんですよ。そうですか。じゃあ失礼。綾子さん、8番9番と少しスコア崩したけど、まあ、後半頑張って優勝狙いますから。じゃあ、お父さんによろしく。変だわ、高倉さんは嘘をついている。どうしてあのキャディーが玲子さんだと言わないのかしら。それがドジ踏んじゃってさ。マミ、あんたに迷惑がかかるかもしれない。それが変なんだよ。私も覚悟していろいろ口実を考えてたわけ。あんたに脅されたとかなんとかさ。それがさ、さっきチーフキャディからうちに電話があって、病気はどうかって言ってきたのさ。病気？高倉さんがね、私が腹痛で苦しそうなので病院に行かせたって言ってくれたそうなんだ。高倉が？あいつどうしてそんな嘘。レイコ、何独り言言ってんだ。マミ、迷惑かけついでにもう一つ頼みたいことがあるんだ。何でも言っておくれ。ブレてた自分に玲子には散々お世話になってるんだ。私が綺麗な体で引退できたのも玲子のおかげさ。何だってやるよ。すまないね、この借りは必ず返すよ。何言ってんだ。それで私は何をすればいいんだい。3年前私の父が事件を起こした時のキャディさんの名前と住所を知りたいんだ。そんなことならお安いもんさ。任しときな。レイコ、途中まで送るよ。私はもう一度高倉に当たってみるよ。あいつ敵なのか味方なのか分かりゃしない。レイコ、気をつけてね。マミ、ありがとう。恩に切るよ。じゃあね。君か。乗せて。私のこと警察に話さなかったそうだね。君のお父さんには世話になったことがある。私がひどいスランプに陥った時、上島さんのちょっとしたアドバイスで救われたことがあるんだ。その恩を返したまでだ。だったらお父さんのことで本当のことを話してくれてもいいじゃないか。私は本当のことを話したつもりだよ。嘘だ。8番ホールでドライバーをミスったのがいい証拠じゃないか。あのミスは痛かった。おかげで優勝を逸したよ。高倉さん、私はお父さんの無実を信じてるんだ。本当のことを話して。
父親の無実を信じたい気持ちはわかるがね、無茶な話だ。無茶なもんか。殺された時田がお父さんは無実だとそう言ったんだ。時田が？時田を知ってるね。昔何度か会ったことある。あの男は卑しい男だ。人の弱みにつけ込んでゆすりたがりで生きてきたんだ。あの男の言葉は信じられないね。死ぬ間際に言ったんだ。嘘のはずがあるもんか。あんたスポーツマンだろ、嘘をついていいのかよ。君もくどいな。私は命を懸けてるんだ。あんたが本当のことを言うまでは離れないからね。断っとく。君のお父さんに対する恩義を返すのは一度だけだ。二度目はないよ。降りたまえ。離れないって言ったはずだよ。警察に連絡するがそれでもいいのか。やってみな。困るのはあんたの方さ。私は別に困らんよ。私にはやましいところは何一つないからね。記者が現れてレイちゃんの殺人容疑が晴れたんです。レイコのことなどどうだっていいじゃありませんか。あなた自分がどんなバカなことしてるか分かってるの？分かっています。しかし僕はレイちゃんを放っておくことはできません。深夜、母さん、レイちゃんを放っておいたら何をするか分からないんだ。レイちゃんが取り返しのつかないことをする前に自首を進めたいんだ。分かってください。深夜、待ってちょうだい。お願いだから待ってちょうだいね。あなた、深夜が玲子のことで。またまだそんなことを言っとるのか。いい加減で目を覚ましたらどうだ。父さん、玲ちゃんが自首するまで僕の自由にさせてください。深夜、お前は今人生の大きな岐路に立っているんだぞ。あんな不良少女のためにその人生を台無しにしてもいいのか。マルモさんはな、お前と彩子さんの婚約を破棄するとまで言っているんだ。深夜、冷静になるのよ。彩子さんはあなたの人生を輝かせてくれる人よ。玲子はあなたの人生を台無しにする女。どっちがあなたにふさわしい人かよく考えてちょうだい。彩子さんが素晴らしい人であることは僕にもよく分かっています。今の僕の心はレイちゃんのことでいっぱいなんです。レイちゃんを救いたい、その思いでいっぱいなんです。このバカ者が。とにかく家に入れ。会社のこともあるのよ。丸本さんだっていつまでも待ってはくださらないわ。お父さんね、丸本さんから一週間だけ待つって言われてるのよ。さあ入りましょう。許してください。こうしてる間でも僕はレイちゃんが何かするんじゃないかと気がかりなんです。深夜、これ以上レイ子に関わるんだったら私はお前を感動する。それでもいいのか。父さん。深夜さん。君たち。深夜さん、話があるんだ。ちょっと来て。ゴルフ場でキャディーをしている昔の仲間から電話があって、レイ子がゴルフ場に現れたっていうんだ。そのことだね。僕も知ってるよ。レイちゃんに自首を進めるために僕も言ってたんだ。なんだ、深夜さん知ってたのか。真っ先に深夜さんに教えてやると思ってさ。
駆けつけてきたのにさ。安心しなさい、私の部屋よ。あなた店に入ってくるなりいきなり気絶してしまったのよ。だいぶやられたようね。かすり傷さ、こんなもん。息があるのもほどほどにしたらいいわ。どんなわけがあってこの世界に入ったか知らないけど、一日も早く足を洗うことを考えることね。あんたには別の世界があるじゃないの。ママさんよ、助けてもらった礼は言うが、おせっかいはやめてくれ。こんな世界が面白いのかい？ああ、面白いね。いつでも命をカッカさせて生きてられるからね。リンチを食らって半殺しになったっていうのに、呆れた坊やだよ。この世界はね、犬死にをするか腐った男になるかどっちかなんだよ。あんたには母さんが待ってるじゃないの。おふくろ、母さんのところに帰ったらいいよ。足を洗う気なら私が体を張ってでも組のお偉いさんに掛け合ってやるよ。ママさんよ、見ず知らずの俺にどうして体を張るなんて言うんだよ。まさか若い男を口説く殺し文句なんじゃねえだろうな。なめたこと言うんじゃないよ。坊やのくせにそこまで心がすさんじまってんのかい。だったらどうしてなんだよ、答えてみろよ。生きがったこと言ってくれちゃってよ。バカ、生きがってるのはどっちなんだい。私はね、あんたのような若い子を何人も見てきてるんだよ。生きがってボロッキレのように死んでいった何人ものチンピラをね、気がついた時は手遅れなんだ。俺には俺の考えがあるんだ。当分この世界から足を洗うつもりはねえよ。悪いけど勝手に入らせてもらったぜ。野沢の兄貴、だいぶいい根性を見せたそうじゃないか。組の掟を破ったのは俺だ。しょうがないですよ。トル、俺がお前を責めさせたのはお前が可愛いからなんだよ。俺はお前のことを本当の弟のように思ってるんだぜ。早く一人前になってほしいんだよ。兄貴、麗子のことなんですが、殺しにかけることだけはやめてください。分かってる。麗子は警察に任せることにしたよ。トル、麗子の殺しの容疑は晴れたそうだ。麗子の容疑か、本当ですか？ニュースで流してたぜ。少年院で 2,3 年勤めれば足を洗えるんじゃねえか。兄貴、いろいろ迷惑をかけました。俺も一日も早く兄貴の期待に応えて
下水管に入会させてもらいます。トールさん。トール、よく言ってくれた。それでこそ俺が見込んだ男だぜ。仕事で会社の規則を破った責任を取らせていただきます。信也君、君はあの玲子という不良少女のために会社を辞めるというのか。社長のご期待に応えられず大変申し訳ないと思っております。このことはお父さんやお母さんに相談した上でのことだね。父と母にはこれから話すつもりです。君は綾子との結婚をどうするんだ。君は綾子を愛してないのかね。僕の心は直接綾子さんに伝えたいと思います。信也君、これだけは言っておくぞ。あの玲子という女に味方をするということは我が丸本一族に敵対するということなんだ。これだけは自分心に留めておきたまえ。失礼します。私にお話って何ですの？今日辞表を出してきました。辞表？僕なりに責任を取ったつもりです。どうして玲子さんのためにそこまで？どういうつもりなの信也さん。そんな大切なこと私に何の相談もしないで決めてしまうなんてひどいわ。ひどすぎるわ。私はあなたと結婚する女よ。違うの？彩子さん、僕はもうあなたの心をもてあそぶようなことはしたくありません。だからはっきり言います。僕たちの結婚はなかったことにしてください。信也さん、僕はあなたに恋をしました。あなたと婚約して1年後には本当に結婚する気でいました。でも僕はいつもレイちゃんのことが気がかりでした。レイちゃんはいつの間にか僕の心に住み着いていた。彩子さん、許してください。僕の心は今レイちゃんのことでいっぱいなんです。やめてください。残酷なこと平気でおっしゃるのね。私は婚約破棄の申し出に応じません。嫌です。私は信也さんと結婚するって決めてるんです。今あなたの心が玲子さんのことでいっぱいでもいいわ。でも私は必ずあなたの心から玲子さんを追い出してみせるわ。失礼。上島玲子、私はあなたなんかに負けない。どんなことをしても信也さんの心からあなたを追い出してみせるわ。玲子は軽井沢にある野上家の別荘に身を潜めていた。命を投げ出すような思いで丸本健三と高倉に会ったのだが、父の無実を示す証言は何一つ得られず、玲子は敗北に打ちのめされていた。
深夜さん。レイちゃん、ここにいたね。君はきっとここに来ると思ってね、それでやってきたんだ。深夜さん。レイちゃん、目撃者が現れて君の殺人容疑が晴れたんだ。本当なの？本当さ。レイちゃん、自首してくれるね？待って、深夜さん。死んだ時田がお父さんは無実だって言ったの。幽閉おじさんが。見て、お父さんのスコアカード。お父さんは誰かに無理やり偽物の意思を書かされて殺されたのよ。私も命を狙われたわ。何度も何度も。怖かった、怖かったわ、深夜さん。レイちゃん、私はお父さんの目を晴らしたいの。自首なんてしてる暇はないのよ、深夜さん。レイちゃん、逃げ回っていて幽閉おじさんの目を晴らせるのか？え？自首して罪を償えば誰に気兼ねすることなく行動することができるじゃないか。な、僕も君と一緒に行動するつもりだ。でも深夜さんは会社には辞表を出してきた。深夜さん、私のためにそこまで。レイちゃん、自首してくれるね？はい。父の真実を明らかにするために獣のように走り回った玲子であったが、深夜の真心に打たれてついに自首をする決意をしていた。